にゃん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 、始まりました。うなぎの夜食事情、うなぎひまりです。今日もよろしくお願いします。実はですね、ちょっと腕を肘をね、プロレスの試合中に怪我してしまって、今片手生活を過ごしているんですけど、本当にめちゃくちゃ便利なものを見つけました。それはですね、こちらです。ババン、タクメットの、合ってる？タクメットで合ってる？タクメットの繰り返し使えるギブス包帯防水カバー！じゃ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 ーん！これがめちゃくちゃ便利です。一応1ヶ月用ということで30日保証がついております。で、これはですね、何かというと、本当にシンプルにそう、防水カバーで、お風呂に入る時だったりだとかに、装着するものなんですけども、うな、これを見つけるまでは、ゴミ袋を腕にこうかけて、で、ぶっちゃけこっちの手しか使えないので、このゴミ袋縛るのも本当にこの、ここをこうねじねじぐるぐるして、ギュッて束ねて中に突っ込むとかしてたので、本当にただこの中に水が入ってきたりとか、すごいしてたんですよ。なんですけど、これを使い始めてから本当に全く入ってこなくなりました。で、どんなものかっていうと、これ大人用なんですけど、これ腕ですね。こう入る腕の形になっていて、まぁ、ちょっと多少ギブスのあれとかもあるので、かなりちょっと大きめにはなってるんですけど、ここが、本当にここ画期的ポイントなんですけど、これがですね、ここがシリコンになってて、こうやって広がるんですよ。しかも広がるついでに、ちゃんと締め付けてくれるので、ちょっとつけてみましょうね。これ本当にマジで助かった。まあ、ちょっと入れるのは、ここがきついので、ちょっと大変っちゃ大変なんですけど、ここをね、まずね、入れていく作業になるんですけども、この先まで入れて、あとはこのシリコンをこうやって頑張って伸ばしていくみたいな感じで、で、ここが本当にこうやってその腕の太さによって締め方を変えてくれるので、まあちょっとだけでも、そんな息苦しさとかきつさとかあんまり感じないんですけど、本当にわかるかな？ここが、境目がないので、まあ、ジャブンとはつけ、ここまでジャブンって疲れはしないんですけど、それはさすがに入ってきちゃうんですけど、シャンプーだったりだとか、お風呂入るのには、もうこの手は全く濡れないっていう、本当にめちゃくちゃ画期的なアイテムです。で、これ、大人の足用、膝下とか、子供用とか、足首用とか、まあ、手首までのやつだったりだとか、もあるので、本当に、ちょっとね、今後もしも、いや、わからないですけど、怪我したりとか、その、濡らしちゃいけない状況になった時に、めちゃくちゃ便利なので、皆さん本当にこれは、絶賛激激おすすめします。シリコンってすごいね、これね。そう。よいしょ。あー、脱げない。その脱ぐのはね、ちょっと一つ難点があるとすれば、これを、多分足だったら両手あるからいいんですけど、片手で脱ぐっていうのは結構ちょっとたまにいてててってなったりとかはぶっちゃけしますので、その装着時と外す時はちょっとだけ注意した方がいいかなって感じです。だいたい何円ぐらいだったっけな？1000円、2000円。千いくらとかだった気がしますので、これは本当に皆さんめちゃくちゃおすすめします。ちょっと片手生活になって本当にいろいろ不自由なこともあるんですけど、まあそうですね、その少しでも何かいいものを見つけてこうやって動画にできたらいいなと今思ってますので、逆になんかこういうのすごいいいよとか、おすすめのものがあったりとか、あれば、ぜひ教えてください。というわけで、本日の動画は以上となります。少しでもいいなと思ってもらえたら、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ！